さあスーパー GT 公式チャンネルをご覧の皆さん、スーパー GT の開幕を前にいたしまして行われました富士スピードウェイの公式テスト、2日間終わって今光貞秀俊さんとともにですね開幕戦をちょっと占うそんな、お話を聞いていきたいと思います。光貞さんよろしくお願いします。はい、まずはテストお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、さて、富士のテスト岡山を、2日間やった後この富士にやってきたんですが、あいにくの雨模様ということになってしまいました。そうですね、できればこうドライで気持ちよく思いっきり、テストをしてほしかった、全チームにね。ただなかなかでもこの考え方によってはウェットのテストってなかなかシーズン中できないんで、はい、それがシーズンの頭でねできたと考えれば、これも一つ良しかなと思いますけどね。はい、それの中でも本当に雨だからできたいろいろなテスト項目、こういったのも、天気予報がもう早めに雨って分かってましたので、そうですね、いろいろ精力的にやってましたね各チーム。かなり予想以上にっていうのも変な話なんですけど、ここまでテストやるんだ、はい、もうちょっとね僕控えめに、ええ、特に500のチームとか走らないかなって思ってたんですけど、かなり精力的にやってましたね。だからやりたいことがそれぐらいあるんですよね。はい、特に私も注目をしたのはやっぱりタイヤメーカーの、このウェットタイヤでのやはり開発競争っていうのが非常に興味深かったですね。はい、もうこれはもう500クラス300クラスともにね共通して言えて、でも僕らには全部が見えないんですよ残念ながら。でもね、なんとかこうそこを知ろうとしてね、いろいろレポートしたりはしたんですけどね。特に気になったのはやっぱり去年ミシュランの、ウェットのレースというのが非常に強かったので、そこへ向けて、ブリヂストンだったり横浜だったり、もちろんダンロップもそうでしょうけれども、新しいこうねトレッドパターンなんかを用意して、いや相当昨年のねミシュランにやられたことをブリヂストン、はい、横浜タイヤ、ダンロップ、相当意識してますね。でしたね。かなり意識してたんで、だからこの今回ねウェットで精力的にテストをしたっていうのが、よくわかるなと、なるほど、すごく気にしてるのねという感じはしましたね。はい、そういう意味では、シーズン中ですねどこかでウェットのレースがあった時に、今回のこの公式テストの結果が、どういうふうにレースに、作用してくるのかっていうのは、非常に我々としても楽しみなところではあります。はい、さて光貞さん、はい、ここでですね、いよいよこれで公式テストというのが終わりました。ちょっと見てらっしゃる皆さんに、公式テストっていうと、ちょっと筆記テストとかそういうわけでもないですし、どんなものをやったのかっていうのを改めてちょっと総括してもらいたいんですが、シーズンが8戦ある中で、このテストっていうのはまず何をやらなきゃいけない、何をやったっていうようなところなんでしょうか。まずそのシーズンってやっぱり1年間全8戦あるわけですから、で長いレースをそのいろんな各地サーキットで走るための、まず基本的な準備ですよね。1年間をきっちりとちゃんとこなしきるための準備をするために、車の調子を見たりだとか、あとはそのいろいろこう正常に機能してるかだとか、本当に確認作業が多い中で競争ですから、今年うちの車はどれぐらい速いのかっていうことも確認しつつ、ライバルとの背比べですよね。なるほど。をしながらっていうのがまず基本的な目的になりますね。そうすると野球でいうところのいわゆるシリーズ戦に入る前の、なんて言うんでしょう、オープン戦あるいはキャンプの締めくくりみたいな感じなんですかね。あと選手おのおののね、やっぱりこう調子、やっぱりこう体調も含めてね、その筋力だとか持久力だとかっていうのもシーズンオフにこうやり込んできてるんで、そのあたりも、やっぱりこうアスリートですから、実際にレーシングカーをドライブして、で、実際にその体調だとか調整を確認するっていう、もう全てにおいての確認ですね。さあそういったことでもうこれで準備は全てここで一応公式的には終了になりまして、さあいよいよ4月の岡山の開幕戦ということになるわけです。ここからシーズン8戦を戦うんですが、やっぱり肝心要のオープニング、開幕戦、どこのチームがどういうレースを見せるのか、そしてどうシーズンが流れていくのか重要だと思うんですが、そうですね、じゃあクラスごとにちょっと占っていただきたいと思うんですが、三沢さん、まず GT500 クラスからいきましょうか。まず500クラスはですね、本当に先日も、今日の解説の中でも言ってたんですけど、とにかくレベルが拮抗してる、なので予想しろって難しいんですよ、ただその中でも、岡山のコースの特性だとかそのあたりを考えると、あと前回の岡山のテストの結果からすると、NSX は間違いなく強いのは、強いと思いますね。特に、新生 ARTA、8号車が来るのか16号車が来るのか、
まあ、この辺り2台とも来そうな気配もあります と、加えて、1号車の、インパルの Z ですね、うん、間違いなく強いです、はいはい、ただ、開幕戦といえばここまで2年連続14号車のエネオス X プライム GR スープラも勝ってますよね、はい、そうですね。で、まあ、先日、まあ、エネオスはちょっとあれだったんですけど AU スープラがひたひたとなんかこう強さを見せつつ、はい、まあ、だから本当に、ね、予想ができない難しいんです、はい、ただ、まあ、強そうなというと NSX ちょっと強いのかなっていう気はしますね。はい、はい、まあ、三沢さんの困った顔を見ていただくといかに予想が難しいかっていうのはお分かりかと思います。困らせましたよね今ね、はいはい、それぐらい、まあ、難しいレースになりそうだなと思います、はい、さあ、そして GT300 の方、こちらも占っていただきたいんですが、はい、まあ、やはりディフェンディングチャンピオンというところで言うとね、リアライズの GTR、まあ、ここは間違いなく来るでしょう。で、加えてやはりその昨年ちょっと取りこぼしていた埼玉あたりは、かなりね、こう地道な努力がね、はい、なんか実を結ぶ開幕戦になりそうな気がしてます、はい、で、加えてランボルギーニ2台とも調子がいいですね。特に88号車は、まあ、気持ちよく岡山のテストでもトップタイムでした、はい、そうですね、まあ、ドライバーも含めてね、あそこのチームは、乗れてるし、で、流れもできてるんで、はい、いよいよランボルギーニ結構優勝争いに加わってくる、そんな、イメージがありますね、はいはい、まあ、聞こえてくる話ではシーズン中盤には新型車両も投入するなんていう話も聞こえてますので、はい、噂がありますね、はい、まあ、今の現行の車両で開幕戦を制することができるとちょっと勢いつかせると怖い存在になりそうですね。そうですね、まあ、はい、あまり言うと期待持ちすぎちゃうんだねなるほど、あれですけどね、はいはい、まあ、GT300 も、まあ、この GT300 の JAF のルールで作られた車両、うん、はい、それから FIA GT3 で作られた車両が真っ向勝負で、そうですね、これ もうバチバチのバトルが今年も見れますよ。予想が難しいと、もうごちそうだらけですということで、はい、見どころたくさん、そして美味しいところたくさんの GT300 にもなりそうです、はい、さあ、まあ、ここで総括をすると、はい、まあ、ここまで2回、テストがありました、うん、そしていよいよ開幕戦ということで、はい、どうでしょう、今シーズンも面白いのは間違いないと。もう 500% 間違いないですね。 500% もう私が保証します、はいはい、ということでファンの皆さんも、この期待値マックスで、ぜひ開幕戦をね、現地でそして、放送で見ていただきたいなと思います、まあ、今シーズンも非常に面白い GT500 のチャンピオン争い、そして300のチャンピオン争い、目が離せないシーズンとなりそうです。三沢さんも解説1年間よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、ということでファンの皆さん楽しみにしてください。